レッドブル・ブラガンチーノは、ブラジル・サンパウロ州、ブラガン・サ・パウリスタを本拠地とするサッカークラブ。旧名は、CA ・ブラガンチーノ。1928年1月8日に創設。2019年に、欧州企業、レッドブルが経営する、レッドブル・ブラジルと合併し、2020年シーズンより、現行名で正式登録。 ホームスタジアムは17,022人収容のエスタジオナビアビシェジド。シェジド家は長年にわたり、ブラガンチーノと密接な関係にある。ブラガンチーノの初代会長は、アフィス、後継会長の中には、彼の息子であるジェズスとナビがおり、現在の会長は、アフィスの孫にして、ナビの息子にあたるマルキーニョシェジドである。ただし、 レッドブルグループと合併した2019年以降は、レッドブルの役員が CEO として出向している。1989年から1992年まで、ブラガンチーノは時計仕掛けのソーセージと呼ばれていた。これは映画時計仕掛けのオレンジから名付けられ、ブラガンサパウリスタが伝統的にソーセージの産地であることにちなむ。 ブラガンサ FC の元メンバーたちにより1928年1月8日に CA ブラガンチーノが創設された。1949年、クラブはカンピオナートパウリスタ2部に初参戦した。1965年に初めて1部に昇格したが、1966年には再び2部に降格した。1988年、ブラガンチーノは カンピオナートパウリスタ2部に優勝した。1989年、カンピオナートブラジレーロセリエ B に優勝したことで、カンピオナートブラジレーロセリエ A に初昇格した。1990年、ブラガンチーノは、カンピオナートパウリスタの決勝で GE、ノボリゾンチーノを下して優勝した。この決勝は、フィナウカイピラの決勝と呼ばれた。1991年、 クラブはカンピオナート・ブラジレイロセリエにて準優勝した。決勝ではサンパウロ FC に敗れた。1992年国際大会への初参戦となるコパコンメボル出場を果たす。コパコンメボルには1993年に2度目、1996年に3度目の出場を果たした。1995年カンピオナー突破ウリスタ2部に降格した。 1998年にカンピオナートブラジレーロ、セリエ B へ降格した後、2002年にはセリエ C へ降格した。2005年、カンピオナートパウリスタ一部に昇格。2007年にはカンピオナートブラジレーロセリエ C で優勝したことにより、セリエ B に昇格した。2019年4月、オーストリアのグループ企業、レッドブルが経営する。 レッドブルブラジルとの合併に向けた提携を開始。同シーズンは、アントニオ・カルロス・スザーゴが率いて、カンピオナーとブラジレイロセリエ B で優勝を果たし、22年ぶりに、翌2020年シーズンのブラジルトップリーグ、セリエ A に昇格。そして新シーズンより改名したチーム名、レッドブルブラガンチーノで正式に登録された。2019年以前の選手は、カテゴリー、 CA ブラガンチーノの選手を2019年以降の選手はカテゴリーレッドブルブラガンチーノの選手も参照のこと。ありがとうございます。